陸上自衛隊の 120mm 迫撃砲 RT120mm 迫撃砲 RT はフランストムソン・ブラーント社が開発した迫撃砲。合計 120mm で従来の軽流弾砲に匹敵する射程を備えることで知られている。射程約十数キロメートル。牽引状態の 120mm 迫撃砲 RT 開発はトムソン・ブラーント社によって行われた。 なお、同社は、タレスグループとイーズの合弁事業であったが、後に、戸田社と改名し、2005年以降は、タレスグループの100%個会社となっている。107mm 迫撃砲と同様に、ライフル方針であるが、107mm 迫撃砲と、異なり牽引用のタイヤを装備しており、移動、展開が容易である。このタイヤは、射撃の際に取り外す必要はない。 ケインジは専用のフックを方向に取り付けて使用するが通常の方より軽量であるため必ずしも砲兵トラクターを使用する必要はなく陸上自衛隊では高機動車を改造した銃、サコケイン車、アメリカ海兵隊ではグロウラー ITV が使用されている砲身後部の撃進は可動式で切り替え位置によって射撃方法を選択できる 激震を突出させておけば追発式、逆に後退させておけばへしゃげな和式となる。湾岸戦争中のフランス陸軍で運用される 120mm 迫撃砲 RT。後方に VTM-120 牽引車が駐車している。本砲は1980年代後半よりフランス陸軍において採用されている。フランス陸軍においてはバブ走行車から派生した。 VTM-120 牽引車によって牽引されており、1個射撃班は車両の乗員2名と砲員4名の合計6名より構成される。平時は砲兵連隊に8問ずつ配置されて、榴弾砲や MLRS を保管しているが、戦時の際は本来の所属である不評連隊に配備されて運用される。 アメリカ海兵隊で運用される 120mm 迫撃砲 RT。手前の砲手が撃発ロープを引っ張って発射している。アメリカ海兵隊は、ヒーマースや M777-155mm 榴弾砲を保管する小型、軽量な関節症巡回力として本砲に着目し、M327Fs として採用して2009年3月より運用を開始した。 また、ラブ M の後継となる自走迫撃砲として、ラブ f スも開発されている。これは、ラブシリーズの車体をベースに自動装填装置を搭載して発射速度を向上させた XM326 ドラゴンファイヤー2迫撃砲を搭載したものである。陸上自衛隊で運用される 120mm 迫撃砲 RT。発砲時の衝撃の強さがうかがえる。 M207mm 迫撃砲の後継として1992年度から採用しており、法和工業がライセンス生産している。陸上自衛隊では、検引車両として、高機動車を改造した重車庫検引車を使用する。現在も調達を続けており、2020年度は6問、調達予定である。調達価格は約3400万円である。 自走型として、96式自走 120mm 迫撃砲も、開発、配備され第7師団第11普通科連隊の、重迫撃砲中隊に集中配備されている。普通科の中では、最大の火砲で、師団の普通科連隊の重迫撃砲中隊、旅団の普通科連隊本部管理中隊重迫撃砲、小隊、 水陸機動弾の水陸機動連隊の各中隊に配備されているほか、野戦特化部隊でも、速応機動連隊の火力支援中隊や水陸、機動弾特化大隊、またその機動性から第一空挺弾の空挺特化大隊にも装備されている。空輸の際は CH-47J により吊り下げられて空輸される。一般工房で付けられた愛称は、 ヘビモーターだが他の装備と同様に相性は部隊内では使われず隊員たちからは10サコ、120サコなどと呼ばれている。今後、普通科から特化へ移管される模様。諸原性能砲弾、創薬弾種は榴弾のほか、体系装甲弾、円弾、照明弾などがある。ありがとうございます。